はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、久々ですね、ガジェット、こちらですね、こちらイエティプロというマイクでございます。新しいマイクが欲しいなと思って YouTube とかいろんなサイトとか見て調べたんですけれども、これがね一番なんかいいかなと思ってこれにしました。なぜかというと4つのモード選べるからですね。それと XLR 端子と USB 両方使えるっていうのもポイントでした。まずじゃあ細かく見ていきましょうか。でこちらにブルーマイクロフォンのロゴがありますね。でこれがミュートボタンで、これがボリュームのつまみになります。今ねちょっと聞こえ方が変わってると思うんですけども、こちら側が今前面なんですね。はい、マイクの裏側にしましたけれども、この上がゲインのつまみになってます。でその下がモードのつまみですね。カーディオイドっていう単一指向性になってます。なんでこちら側だけ、私の声だけが聞こえるような状態、こちら側で音鳴らしてもあんまり音が入らないっていうモードになってます。このつまみがなかなか硬いんだけど今これがですねバイダイレクショナルっていうモードですね。これにするとこちら側とこちら側の音も入るようになります。同じような音の入り方でしょ、うん、で次がこの丸のモードなんですけれども、オムニダイレクショナルって全指向ですね。これはもういろんなところの音が拾えます。これはで最後このモードがステレオです。なんでこちら側から離してるのとこちらが多分右左変わってくると思うんだけどね、こんな感じでございます。でこれ後ろは入ってこないかな。でこの辺りに一応つまみがあって角度調整などできますね。なんでこの辺でしっかり固定もできるし、これ全部外しちゃえばマイクだけが取り外すことができます。なんでこれ買ったかっていうと、いろんなシチュエーションで使えるかなと思って、カーディオイドの単一指向性こっち側だけのやつはゲーム実況で使えるかなと思ったのと、あとエイシン君のギター披露、これで使えるんじゃないかなと、歌声だけ取るとかね、うん、でステレオの場合はね、ギター取るとか、まあ、いろんなことができんじゃないかなと思ってます。ただねちょっとまだ扱いに慣れてないっていうのがありますね。それとこのマイクもう一つ特徴的なのが XLR 端子が刺さるんですね。これ素晴らしい。ヘッドホン端子、それと USB にも対応してますので、パソコンに直接音を取り込むことができます。なんでゲーム実況の時は USB がいいね。ただその USB と XLR の読み込み、まあ当然かもしれないんだけど、ちょっと音の入り方が違うんで、このゲインの調整をねしっかりしないと音めっちゃ割れます。今これはどうやって CX900 につないでるかっていうと、こちらを使ってますね。ソニーの XLR-K2M っていう、こういうポット周に直接挿す XLR アダプターキットですね。うん、これ去年ネクストアップの時に買ったやつなんですけれども、これもともとガンマイクがついてるんで、このガンマイクもね結構いいんでね、うん、ちょっとじゃあ聞き比べてみますか。今はこのイエティプロでございます。同じ音量でいくか。じゃあちょっと渋い感じですね。はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。続いてこの XLR-K2M にもともとついたガンマイクで同じぐらいの声で言いたいと思います。はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。で最後はこのマイクを使いたいと思います。 ECM-XYST1M っていうですね、ソニー純正のマイクですね。これもなかなか良くてね、こう外せるんですよ。で指向を若干変えられる、うん、このウィンドジャマーもついてて、でプラグさせるので、このホットシューの電源を使わずにこのプラグだけで、マイクが使えるので、余分なカメラのですね電池を消費しないっていうメリットもあります。はい、今ですね先ほどの小型マイクで録音してますけれども、これずっとねここ1年以上このカメラとマイクのセットで撮ってきたので違和感はないと思いますけれども、先ほどと同じちょっと低い声で言いますね。はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。どうでしょう。はい、ということでイエティプロに戻してみました。
どうでしょう。これねすごく注意が必要なのが、一応モニタリングしなきゃね、音が割れちゃうかもしれないっていう恐怖があるところだね。だからそういう意味ではこういったマイクの方が安心だから使い勝手はいいのかもしれない。ただ高音質でねこちらは撮れるんで、うん、なんで今日このマイクをいきなりやりだしたかというと、今日2本目の動画でエシン君のギターヒーロー6回目やりますので、それねこのマイクで撮ってます。でかなりね音も気にしながら撮ったので多分聞こえいいんじゃないかなと思います。ただねちょっと難しい曲なんで、エイシン君の声自体はすごくね小さいんだけど、うん、でもギターの音はすごく綺麗にね撮れてると思うので、ぜひ楽しみにしててください。はい、ということで今日はね久々だったねガジェットの紹介、イエティプロというマイクのご紹介でした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね、よろしくね、よろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。じゃあ最後にねせっかくいいマイクあるんで、今梅雨の季節なんで一曲披露したいなと思います。聞いてください。雨。